は佐野市石塚町にある池田屋さんに来ています。オレンジの外観が目立つね。ついに来ました、人気店。のれんはワインレッドです。昼だけの営業のお店です。これは県外の人嬉しいよね。麺打ちが入ってすぐあります。広いです。メニューです。メニューはとってもシンプル。黄色くて目立ちますね。前掛けも発見。卓上は調味料たくさんです。ネギラーメン800円。ダリン、うわネギすげー。そしていい香りがします。ネギ山だねこれ。ネギ好きにはたまりませんね。ごま油の香りがすごいです。うまそう。いやたまらんアングルですねこれ。ネギ見てください、マジで量すごいです。このネギがまたうまいんだわ。ネギと麺が合うんだよね。そしてこちらはチャーシューの角切りです。いいね。ネギもらいます。ふうふうふう、がっぷり。ごま油すげえなこれ。シャキシャキ食感がすごくいいです。佐野ラーメンってだいたいネギラーメンがあります。それは佐野ラーメンに合うからだろうね。角切りチャーシューもうまい。チャーシュー麺800円。だらん、私はもちろんこれ。チャーシューどんだけ乗ってるの。ほうれん草やナルトも色合いグッド。チャーシューすごすぎて麺が見えません。これはうまそうだ。スープはどうかな。色は濃いめですね。チャーシュー油も溶け込んでます。麺はどうかな。いやキラキラしてて綺麗だね。麺の量も結構すごいです。見た感じはもっちり系かな。食べましょう。まずスープからいただきます。お、味は濃いめです。佐野ラーメンにしてはパンチ効いてますよ。色も濃いめだったのでこりゃうまい。麺はどうかな。もちもち麺にコシがある麺。スープがよく絡み食べ応えもあります。喉越しはよくスルスル入っていきます。麺は均一麺です。そしてチャーシューの山です。一つ一つ大きいですね。程よい油が美味しそうなチャーシューです。厚みも結構ありますよ。ザ肉って感じです。それではチャーシュー食べてみましょう。本当に大きいねこれ。噛み応えのあるチャーシューです。分厚めで肉をかなり感じます。それにまた麺がたまらなく合う。噛めば噛むほど豚の甘みも出てきます。相性はバッチリ。麺の量も多いです。麺は長さもありますね。チャーシュー中はこんな感じ。分厚い。色合いがいいです。ほうれん草、このトロトロなのが好きです。それではほうれん草もいただき、口の中に入れた瞬間溶けちゃう。餃子5個入り470円。ダロイン、うわ形がめっちゃ綺麗。一粒一粒大きいですね。焼け目はこんがり焼けてます。ジューシー感もすごいです。うまそう。それでは大きさどうかな。大きいですね。裏面は綺麗すぎ。中を割ってみましょう。佐野の大きい餃子私好きだわ。表面はパリッとしています。具がたっぷり入っている佐野餃子はお腹にもたまり食べた感もすごいんです。皮がかなり分厚めでもっちもちです。具はぎっしり詰まってますよ。湯気もバーって出てきます。それでは餃子を食べましょう。酢醤油につけてと。キャベツたっぷりだ。早速食べましょう。熱々なのでやけどに注意です。皮がすごいもちもちです。具は野菜の甘みがきますね。皮の表面はパリッと。一つ食べると大満足になる食べ応え。餃子5個はかなりのボリュームかもです。
野菜は大きめのカット。皮は一つ一つ手で伸ばす皮。さすがですね。皮は肉厚で素晴らしい。肉汁が飛び出して火傷にも注意です。粒は大きいけど大味ではなく繊細。これ一口でいけるかな？いや無理だ。でかすぎる。パンチありますね。女性には20分、男性には十分です。私は十分の部類に入りますが。あんが飛び出してくるボリューム。うますぎ降参です。ネギラーメンごちそうさまでした。チャーシュー麺ごちそうさまでした。餃子もごちそうさまでした。それでは振り返りです。地元民が行列を作る人気店。昼だけ営業のため夜は営業なしです。ザ・佐野ラーメン餃子ともにたまらん。皆様もオレンジの看板を目印に。今日はごちそうさまでした。